こんにちは、シンガーソングライターの菅野恵です。今日はバッカーノさんでのワンマンライブを行ったところで、今昼のライブが終わったところでございます。今日はなんとスペシャルサポートギターの泉真さんと2人でお届けしました。今日は泉さんをお迎えしてトークしてみたいと思います。初めてのことなのでどうなるのかドキドキしておりますが、では泉さんをお呼びしましょう。泉真さんです。はい、ありがとうございます。いや、こうしてトークをするのは初めてですね。そうです ね、 ね、何度かもうご一緒はさせてもらって、うん、そうなんですよ。あれ初めてご一緒したのは去年、去年、あれもそんなに経ちますっけ、全然覚えてない今年なんかね、こんな感じでいつもリハの時もゆるーくやっております。2人でやったのは今回は2回目です。そうそうそうなんですよ。最初はパーカッションの入谷直樹さんとトリオの編成でやったのが初めてだったんですけど、そうだ、今年からグライドの CD のリリースツアーで、ね、結構回った時に、そうですね、ギターだけじゃなく音響もやっていただけるってことも、そうなんです、スペシャルな面でございます。スペシャルな面でございます今後ともよろしくお願いします。普段お聞きしないようなことをお伺いしていきたいんですけど、あ、はい、ぜひぜひ。泉さんはいつからギターをやられてたんですか？いつだっけな、多分、7年ぐらいになりますね。でも初めて、初めて7年ですか？初めて7年ぐらいかな。7年の技術力じゃないんですけど、いや全然もうとんでもなく素晴らしいギタリストさんです。二人がかりというユニットを入谷直樹さんとやられてるのは、それはいつからですか？それが3年ぐらい前からですね。その二人がかりっていうのが初めて組んだユニットで、二人がかりを結成してから初めてライブに出て、そうなんですか？だから活動歴は本当に3年、今3年目です。びっくり、こんな逸材が潜んでおりましたとは。ペーペーなんですけど、まだ。いえ、とんでもございません。泉さんは郡山ご出身で、今も郡山拠点に活動されてるんですかね。そうですね。はい。でも県内いろんなところでありましたり、福島県以外でもご活躍をされているということなんですけども、私ともこうして2人でライブをさせていただくにあたって、3人の時とはやっぱり違う雰囲気にもちろんね、なりますし、そうですね。で、シンさんが色気のあるギターを弾かれるなと私は勝手に思っているのでありがとうございます。私の楽曲がちょっとツヤを足していただいたというか、あら、より大人っぽく、あ、よりとか言っちゃった、大人っぽくしていただいて本当にありがたいなと思っております。楽曲によって本当にいろんな表情を見せてくださるので、今回も2人では初めての楽曲も結構挑戦していて、例えば秘密という曲であったり、はい、あと深淵という曲、もう2つとも全く違う曲調なんですけれども、それでも泉さんカラーに仕立ててくださって、すごく気持ちよく歌うことができました。ありがとうございます。まず良くも悪くもね、なんか、いや、良くもですよね、ちょっと控えめなトークで有名な泉真さんのそのトークがとっても魅力的なんですが、じゃあ今日はせっかくなのではい、はい、私の印象、印象伺ってみようかななんて思ってます。ああ、でも最初はすごいやっぱり、もう多分皆さんに言われてると思うんですけど、はい、明るくて元気な、ああ、そうですか、方、まあ、今もその印象は変わってないんですけど、でも時々ドジなお茶目、すぐ物忘れるんですよ今初めて打ち明けられて動揺しているんですけど、あ、そうですか。そうですね、まあそこも魅力というか、優しい、魅力でまとめればね、いいというもんではないんですよ。そうもう言っときゃいいありがとうございます。そうですね、ところも優しく見守ってくださっています。じゃあ例えば楽曲の印象、はい、どうですか、音楽的に。やっぱりその代表的なランウェイとか、いつも最後に歌うありがとうとかは、やっぱりもう見たまんまの印象の曲っていう、もうザ・菅野恵っていう感じなんですけど。そうですか。そうですね。ただそれ以外にも、例えば自分の好きな曲だとダウンライトとか、ちょっと渋めの曲があったりして、めちゃめちゃダウンライトのシンさんのギターかっこいいんですよ。ぜひ聴いていただきたい。あれはすごく聞き込んで
頑張りました。ありがとうございます。そうだからそのいろんな面が楽曲から見えてくるようなっていうイメージですかね。シンさんとリハーサルをしてる時にお話ししたのは前、実は2本でギターで合わせるよりも実は1本のギターと、そして歌で合わせるのが結構得意というかお好きっていうのをお伺いして、またそれも珍しいなって思ったんですよ。あ、そうですか。ギターが弾かれる方って例えばストロークを誰かが弾いていて、その上物というか飾りのラインを弾かれるのがお好きっていう方が多いのかなっていう印象だったんですけど、別々ですもんね、これって、うん、2つの役をお一人でやられるんですよ。それってとんでもなく難しいことで、いや2人分 の仕事を1人でこなしてくださるシンさんでございます。本当に魅力的なギターですのでね、あの2人がかりで活動、安上がりでいいって言われますね、本当に。2人雇わなきゃなんないとこは1人でいいから音響もやってもらえるし、そう、もうさ音響は本当にありがたい。音響においても信頼しているので、まあ、安心して歌うことができるんです。音響もできてギターも弾けるっていう、本当に音楽に知識がないとできないことですので、すごく尊敬している泉真さんでございます。では真さんのライブをね、ぜひどこかでご覧いただいたり、あとは私もまたね、今後突然嫌いに なられなければならない限りあのオファーはし続けていきたいと思いますので、ぜひシンさんのギターを堪能していただきたいと思います。今回は初めてこういったサポートで密に関わってくださっている方にインタビューをさせていただきました。またぜひ菅野の裏側楽しんでいきたいと思います。シンさん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。